今回はアニメチェンソーマンについて、第3話と第4話で分かったこと、並びに原作との相違点を解説していきます。この動画はアニメ及び本編のネタバレを含みます。ぜひ作品を視聴した後にご覧ください。まずは第3話から見ていきましょう。アニメ第3話は原作5話の、胸を揉む方法の途中から始まり、コウモリの悪魔との戦いが繰り広げられる。第8話チェンソー VS コウモリまでを、まとめた内容となっていました。アニメ第3話は民間のデビルハンターが、目標としていたナマコの悪魔を、パワーが横取りし、マキマに怒られるシーンから始まりました。マキマはその言葉だけを聞く限りでは、とても優しい上司ですが、特徴的なぐるぐる目の異質さが、原作と比較してより押し出されています。このシーンについて、原作では、デビルハンターには向いてなかったのかな?と言われたパワーが、顔に汗を溢れさせ焦りと恐怖を浮かべ、マキマに対して大嘘の弁明をし始めますが、日経エンタテインメントに掲載された監督のインタビューで、生活の中で生まれないような汗の表現や、顔に線が表示されるギャグ顔の表現は、全部 NG として排除したと語られており、マキマに怒られてパワーが焦ったり、恐怖を感じている描写が、比較的マイルドに描かれていました。パワーの反応によって読者にマキマの底の知れなさや、本当の恐ろしさが伝わる描写になっていましたが、アニメではマキマにカメラを寄せることで、アニメではさらっと描かれていた、感情の見えないぐるぐるの目を強調し、見ている人自身が、マキマって実は怖いのでは、と感じるような、描かれ方になっていました。その後、マキマに怒られた二人の自販機でのシーンは、自販機の駆動音や薄暗い光が、非常にリアルに描かれていました。このシーンについて、原作ではかなり明るく描かれており、印象は大きく異なります。制作陣による放送前のインタビューで、日常の描写に重きを置いている、と語られていましたが、戦闘時の電磁のチェンソー音だけではなく、自販機の音など日常の音の描写にも、力を入れていることが感じられます。ちなみにこのシーンで、パワーの後ろに映るファンタですが、チェンソーマンの時代設定に合わせて、1990年代のパッケージデザインになっていることがわかります。コウモリの悪魔について、その声はアーツビジョン所属の松田健一郎さんが担当されています。代表作は、攻殻機動隊アライズの馬頭役で、最近の作品だとスパイファミリーのナレーション及び、ボンドフォージャー役を担当されています。スパイファミリーのボンド役と比較すると、コウモリの悪魔は非常に渋いボイスで演技をされており、どちらの作品も視聴されてるという方には驚きがありました。またコウモリの悪魔はニャーコーマルのみしていましたが、松田さん自身はパワーと同じ愛病家です。コウモリの悪魔については、かなり遠方の人間の匂いを嗅いで、品定めをするシーンが原作にもありましたが、実際に生活している人々のカットが入ることによって、悪魔の嗅覚の鋭さが、よりわかりやすく描かれています。コウモリの悪魔との戦闘シーンは、両者が街を破壊しながら戦っている様子が、原作よりもかなりしっかりと描かれており、悪魔の破壊力の高さと、それに逃げ惑う人々の描写によって、普通の人間にとってどれだけ悪魔が危険な存在であるか?が、わかりやすいものとなっていました。また電磁については、両腕のチェンソーを重たそうに振るっていた、ゾンビの悪魔との戦闘シーンと比較すると、コウモリの悪魔との戦いでは、スピード感が向上しており、電磁自身が戦闘慣れしたことが、意図的に表現されています。またコウモリの悪魔を倒した時のポーズについても、原作と比較してかなり再現度が高いことがわかります。原作では第2話で登場するはずの筋肉の悪魔でしたが、アニメ本編ではその登場シーンがカットされました。そのためアニメでは、筋肉の悪魔の被害者という形で登場するはずの親子が、コウモリの悪魔との戦いに巻き込まれる形で登場しています。ちなみにこの親子は、後ほど詳しく解説するアニメ第4話においても、電磁に助けられた民間人として、インタビューに答える形で再登場するため、アニメ制作にあたって外せない存在だったのでしょう。アニメ第3話では目のアップの演出が、数多く取り入れられていました。原作においても文字は極力抑えて、書き込みで読者に伝える表現が多かったように、アニメにおいても、圧倒的な書き込みや目つきなど微妙な顔の変化だけで、視聴者にキャラクターの感情やその性格を伝えています。具体的な例としては、胸を揉むことしか考えていない電磁の目、ニャーコーいとしく思うパワーの優しい目、
そして何度倒しても復活するデンジに恐怖する、コウモリの悪魔の目などです。コウモリの悪魔に関しては、デンジに圧倒されて掴んでいた人間を落としてしまうという、非常に細かい描写も織り込まれていました。このようにそれぞれが目だけで、感情が伝わる描写となっていますが、ただ一人マキマに関しては例外です。頻繁にアップになるマキマの目だけは、何の感情も伝わらない描かれ方となっており、その隠された真意が現状では読み取れません。第3話のエンディング曲は、マキシマム・ザ・ホルモンの刃渡り2億センチでした。マキシマム・ザ・ホルモンは、サブスクリプションでの楽曲配信を、解禁していないアーティストですが、この楽曲に関しては特別に、サブスクでの配信が限定的に解禁されています。このようにアーティストにとっても、例外的な扱いとなっている刃渡り2億センチですが、その楽曲が流れるアニメ3話のエンディング映像では、本編ではカットされた筋肉の悪魔が出演しています。このように、原作のチェンソーマンの世界観を、見事に再現したエンディング映像は、作品の視聴者でなくても、必見のコンテンツとなっています。次にアニメ第4話救出について解説していきます。アニメ第4話は、原作9話の救出、第10話コン、第11話妥協、そして第12話のモムの冒頭で、終わる内容となっています。またアニメ4話は、作者の藤本たつき先生が SNS アカウントにおいて、リアルタイムで実況を行っており、この動画ではそちらの内容についても、合わせて紹介していきます。第3話においてコウモリの悪魔を討伐したデンジでしたが、魔を置くことなく、コウモリの恋人である、昼の悪魔による襲撃を受けます。その吸収によって腕を失ったデンジに対して、藤本たつき先生は、アグニみたいとツイートしていますが、このアグニというのは、先生の前作ファイアパンチの主人公です。そんな昼の悪魔との戦闘シーンですが、コウモリの悪魔の戦闘描写と比較して、格段にスピード感が向上しており、その迫力は聞き迫るものでした。藤本たつき先生も、すげえすごいよく動くな、というツイートを連投しており、SNS や当チャンネルに寄せられた感想コメントにおいても、絶賛の嵐となっています。このように大好評となった、昼の悪魔との戦闘シーンですが、原作では比較的あっさりと描かれていたものの、アニメではかなりの分量が加筆されています。コウモリの悪魔の臓物を使ってデンジが身を隠したり、蝶のようなものを足に巻きつけて、昼の動きを封じようとしたりと、この時点で頭を使った戦いを意識しているのが印象的でした。昼の悪魔の声は、剣竜オフィス所属の立花優子さんが担当されています。代表作は、ワンピースのシャーロット・プラリネ役、FPS ゲームエイペックス・レジェンズの、マット・マギー役などを担当されている、実力派のベテランです。アニメ第3話のエンディングにおいて、早川亜希によるコンの演出が取り入れられていましたが、第4話において、デンジと昼の悪魔による、通称夢バトルを締めるシーンで、その圧倒的な存在感を見せつけました。その演出の圧倒的な完成度から、チェンソーマンファンの間では、おなじみの横槍面吾先生も、タイムラインで興奮した心境を投稿しており、第1部の原作連載時のファンからも、たくさんのいいねを送られていました。狐の悪魔の声は、ケンプロダクション所属の海田優子さんが担当されています。海田さんの代表作としては、銀玉のつくよ役、ゲームバイオハザードのクレア・レッドフィールド役、そしてコウモリの悪魔の松田さんに引き続き、スパイファミリーのシルビア・シャーウッド役などがありますが、アニメ作品以外にも、海外映画の吹き替え担当としても、多くの作品に出演されています。またアニメ第4話において注目すべきポイントとして、秋が抱く巻き前の行為の描かれ方があります。その恋心は原作よりも丁寧に描かれており、例えば巻き間の執務室に入室する前に、身なりを軽く整えるシーンが追加されたほか、巻き間からの電話で、早川くんを一番信頼していると言われた際の反応で、顔が少し赤くなるなど、秋が巻き間に好意を持っていることが、わかりやすく描かれています。またアニメ第4話の後半では、原作では描かれなかった日常パートが、ボリュームを増して描かれています。そんな早川秋のモーニングルーティンを見ていくと、まず朝7時に起床し、顔を洗ってから、アクアフレッシュのような、3色の歯磨き粉を使って歯を磨き、コーヒー豆を手引きした後、ののじにお湯を注いでコーヒーをドリップし、そんなコーヒーを飲みながら、ベランダで新聞をたしなんでいました。この場面ではデンジが、最強のパンを机を汚さずに作れるようになっており、
その成長も感じられます。このように、とても丁寧な暮らしを送るアキト電磁の生活が、原作よりも詳細に描かれていることで、この後パワーによって、そんな日常が壊滅的に破壊されたことが、よくわかる演出となっています。初めてアキの家を訪れたパワーは、ドアを破壊しており、藤本たつき先生は、公安編は悪いことが起こる前に、ドアが開いたりドアの向こうに行くと、極めて重要な情報をツイートしていました。このようにアニメ第4話は、パワーの可愛さや、滑らかで迫力のある戦闘シーン、そしてリアルな空気感が伝わってくる日常描写など、アニメでないと表現できない魅力が詰まっていましたが、皆さんはどう感じたでしょうか？ぜひコメント欄で感想を教えてください。第4話のエンディングは、遠吠えの錠剤でした。このエンディング映像では、パワーが全面的にフィーチャーされており、その可愛い姿は必見です。またエンディング映像では、パワーがボーボボの人気投票のパロディをしているほか、公安メンバーの歌唱シーンで、マキマだけが歌っていないなど、細かなネタが光っています。藤本たつき先生は、来週も永山小春のアカウントで、感想ツイートをすると告知しており、先生のコメントが気になる方は、ぜひリアルタイムでチェックしてみてはいかがでしょうか。以上、今回はアニメチェンソーマンの3話および4話について、アニメと原作の違いや、アニメで新たに分かったことを解説しました。この動画で紹介したもの以外にも、何か気がついたことがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。